ようこそ。ようこそ。ようこそ。
ようこそ。ようこそ。ふん、足を引っ張るんじゃねえぞ。よーし、じゃあ今から入隊試験を始めるぞ。まずはこのバータ様が行って。いてて、油断しちまったようだぜ。宇宙最速の俺さ、ギニュー特戦隊の赤いマグマジン。なんていうことだ。俺がここまでやられるとは。少しはやるようだ。どうなってるんだ。はい、待ってたぜ新入りちゃん。さてと、そろそろお遊びを始めようぜ。そういや、試験してるのってどっちだっけ。確かどっちかが助っ人なんだよな。ま、いっか。いいねいいね、期待しちゃうね。もっと遠慮なく攻撃しておいで。おう、なかなかいい。思ったよりやるじゃないの。なかなか骨のあるやつだな。ではこのギニュー隊長が最終試験をしてやろう。ここでの成績次第でファイティングポーズのポジションが決まると思う。久しぶりの運動だ。たっぷり可愛がってやるぞ。ギニュー特戦隊スペシャルトリプルアタック。2人とも準備はできているだろうな。フィニッシュはクラッシャーボールで決めますよ。待ちなんすよ。ギッタンギッタンにしてやりましょうぜ。あまりいい気になるなよ。すぐにその花っ柱をへし折ってやろう。なんということだ。なんということだ。ザコにしてはやるじゃないか。褒めてやるよ。
ようこそ。
っとうしいな、グールド。お前から先に片付けちまえよ。ち、しょうがねえな。やるじゃない。準備運動はここまでだ。さあ、そろそろ本番と行こうぜ。ギニュー特戦隊リクエムと、いいね、そう来なくっちゃ。ジス、そいつはいい。よし、行くぞバタ。で、あれってどれのことだ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぜ。そいつを分からせて行くぞ。悪い夢が見てるようだぜ。義乳隊長、こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。こんなことが。俺たちはギニュー特戦隊なんだぞ。信じられん。これが貴様の真の力なのか。まさかこの俺を超える戦士がこの宇宙に存在するとは。まさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとは。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておくのしよう。私の戦闘力は53万ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。少し油断したようですね。私としたことが。私がここまで追い込まれた。命が惜しくないようだな。フリーザが。フリーザ様、おたわむれよ。フリーザ様、フリーザ様。ようこそ。
気づいていますか？今回滞在時間が短いんですが、どうやら敵を倒すごとに残り時間が増えるようですよ。おとなしくフリーザ様にドラゴンボールを差し出すんだな。悪人にドラゴンボールを渡すわけにはいかん。俺たちフリーザ軍を相手にして生きて帰れると思うなよ。今援軍もどんどんこっちに向かってるんだ。泣いて帰るなら今のうちだぜ。フリーザ様、今の結果で滞在時間に増えました。いい調子ですよ。ここでこいつを倒せば評価も急上昇。俺たちにも何か大きな仕事を任せてもらえるかも。もしもし、外宅の責任者が燃えるよね。部下にいろいろ指示だったりなんかしてさ。こんなところでただの雑用で終わってたまるか。行くぞ。あと少し、もう一踏ん張りです。頑張ってください。
派手にやってくださったようですね。まあ、所詮下級戦士どもの集まり、仕方ありませんね。私が格の違いを見せつけてあげましょう。虫けらのくせに生意気な。思ったより頑張りますね。しかしまだ私には勝てませんよ。やってくれましたね。受けた痛みは何倍にもして返しますよ。ようこそ。俺もちゃんと腕を上げたんだ。簡単にはやられないぜ。敵にするとおっかないけど、味方になると頼もしいな。やる何者だか知らんが、この俺様の邪魔をする奴は誰一人として許さんぞ。こりゃまずいかもな。壁を打ってく。倒れてたまるか。これくらいのピンチ慣れっこだぜ。こいつただものじゃない。どうなってやがる。かっこ悪いな。手こずらせやがって。頭に来るぜ。
クソったれ、このまま終わると思うなよ。この俺がブザラだ。一人たりとも逃がしませんよ。覚悟しなさい。勝てないと分かっていて戦いを挑むと、ずいぶん無駄な努力をするんですね。危なかった。この虫けらめが！こいつらと手を組むのは尺だが、仕方ない。宇宙のゴミ掃除と行くか。苔にしやがって。俺が宇宙一なんだ！このベジータ様に戦いを挑む気か？とんだバカがいたもんだ。ふん、山だからそのまま寝てろ。ひでえな。じゃあお言葉に甘えて。そんなバカだ。ちくしょう。ようこそ。サイヤ人がまだいたとはな。
まあいい。このエリアに散らばったドラゴンボールを集めていってください。邪魔をするやつはぶっ殺してやる。私の邪魔をするのか。そんなにスニートにしてもらおーし、見ろ。そのためにドラゴンボールを突き刺せ。フリーザ様がお待ちだ。急ぐのだぞ。ここで手柄を立てればきっとフリーザ様もお喜びになる。俺の立場もこれを違う。この醜いドドリアメと同列に扱われるのはもう怖いんだ。連続示しなりさ。強さだとは思わなかった。そんな。やれやれビッグバン。金あるやるではないか。だがそれもここまでだ。金はね。しているじゃないか。なんだ貴様、死にたくなければ失せろ。どうなってやがる。ちっ、うっとうしい野郎だ。やるじゃねえか。俺がこのベジータ様が押されているだと？追われるか。ここやられるとはな。うわ。
ふん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 。ようこそ。ようこそ。ふんふふん、ふんふふん。ようこそ。Thank you.
見せてやるぞ 100% のフルパワーを。まさかこの姿を誰かに見せることになろうとはねえよ。君の最初で最後の幸運、いや運か。なぜお前にこれほどまでの力が。お前が死ぬ前に一言褒めておいてやろう。見事だ、素晴らしい強さだったぞ。宇宙一と言ってもいい。そのフリーザさえいなければな。ふざけるな、俺が負けるか。カメハメ！カメハメ！ハッ！はあ！
カメハメ。バカだ。カメハメ。バカだ。フリーザ様。であるこの私の恐ろしさを見せてあげましょう。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおきませんよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは許さん、絶対に許さんぞ。もしければもじわじわとなぶり殺しにしてくれる。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやる。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。悟空！よく、よく、許さんぞ！よく、よく、カメハメ！よくな！俺は怒った！なんだあいつの変化は。サイヤ人はオーダーしか変わらぬはず。どういうことだ。痛かったぞ。チクシュー、チクシュー。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。なぜ貴様にそんな力が。まさか貴様。とっくにご存知なんだろう、俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。俺は
伝説のスーパーサイヤ人だ。カメハメ！なぜお前にこれほどまでの力が。このしつこいくたばりどもないめ。いいだろう。今度はコッパに陣にしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。カメハメ。この例。クズ野郎め、地球の借りを返してやる。新しい宇宙の支配者はこの俺だ。俺はまだまだこんなもんじゃない。ああ、そいつを見せてくれ。どうなってやら。手こずらせやがって。頭にくるぜ。終わると思うなよ。この俺がブザラだ。ようこそ。ようこそ。一応やってみっか。貴様で俺のパワーを試してやろう。この時を待っていた。俺に殺されるのが先か、
星の爆発が先か。貴様には死しかない。かもな。死を覚悟してまで、どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。フリーザ、へこずっているようだな。たまに何らしいことをしてやろうか。俺もまだまだ無理だ。雑魚にしてはよくやったと褒めてやろう。どうだ、その程度では俺は倒せんぞ。貴様の力侮りすぎたようだな。だがこの俺に勝つなどありえんのだ。そうやって命乞いしたものを一体何人殺したんだ。頼む。俺の気を少し分けてやる。貴様なら多分その体でも十分動けるけど、生き延びて命のありがたさを思い知るがいい。俺も生きてみて。宇宙最強はこの俺だ。これからが本当の地獄だ。この地獄でお前がどんなに泣きたけるんだ、俺は容赦はしない。お前を八つ裂きにするまではな。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって死ななければならない。俺に殺されるべきなんだ。バカ野郎。俺の力を超える敵だったということなのか。愚かなフリーザ、甘さがあったとはいえ、たかが猿もどき。そのやつには皆殺しだ。今のは聞いたぞ。
Thank you.